こんにちは。一級建築士、インテリアコーディネーター、宅建士の金黒です。コロナウイルスの蔓延で明るい話題が少なく、景気も低迷している状況なので、運気や金運を上げたいと思っている方は多いと思います。土地から住宅を検討している方にとってお役に立てるように、風水から見た運気の上がる土地選びの動画を2本アップしましたが、今回はさらに突っ込んだ内容の川や水路の配置で変わる運気や金運についてご紹介します。土地選びで運気や金運を上げたい方にとってお役に立つ動画です。ぜひ最後までこの動画をご覧ください。またこのチャンネルでは住まい作りにお役に立つ情報や今後住まいで変わる運気などもご紹介していきますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。風水は名前そのもので風と水の環境学です。空気と水の性質を理解するところから始まります。空気も水もなくなると生きることさえできません。空気も水も必要ですが、質が悪いと空気や水は害を与えてしまい、良い空気や水は逆に環境を整え運気が良くなります。また空気や水は流れたりよどんだりする性質から地形や周りの環境で変わってきます。今回は風水の基本の一つの水に関することで、土地選びの際の土地と川や水路に関する関係性をご紹介します。水の流れは水流と呼び、水流をうまく取り入れれば運気は良くなります。実際に東京やニューヨークなどの国際都市は川や水路とともに発展しました。澄んだきれいな水は陽の気がアップして発展や財運が上がり、汚れたドブ川などは陰の気がアップして破滅につながります。近くの川や水路の水質は運気や財運を大きく左右するので観察する必要があります。水質の次に重要なのが川や水路の方位です。過去の動画でご紹介した四神相の地の考え方で、北に山、南に平地が吉相とご紹介した通り、土地から見て北や南に流れる川は凶相です。土地から見て東か西に流れる川は吉相です。東の川は家が繁栄し、西の川は金運をもたらします。しかしここで気をつけるのは、敷地の西側の隣にすぐ川や水路がある土地は金運が下がります。金運をすぐ水に流してしまうと言われています。西の方向は経済に影響する方向で、昇進や相続などでお金が入ってきてもどういうわけか出費が多くなり、節約しようと思っても経済的に困窮すると言われています。西の水脈から3軒以上人が住んでる方が望ましい土地選びで、金運を高めたい場合は敷地から見て西の方向である程度離れた場所に清らかな水が流れている土地が最適です。今回は金運がアップする土地選びで川や水路との関係をご紹介しました。今回の内容をじっくり記事でお読みいただけるようにブログにも掲載しています。ブログ版スマイルチャンネルもよろしかったらご覧ください。またこのチャンネルでは住まい作りにお役に立つ情報や運気が上がる家作りについてご紹介していますので、チャンネル登録やツイッターのフォローもよろしくお願いします。それでは。